同僚30代男性が婚約破棄された。7年だか付き合っていた女性と結婚するんだと、幸せそうだったんだけどね。その女性が、ものすごい毒親育ちの方だったらしいんだけど、婚約した途端に、同僚が女性の凄惨な経験を周りに吹聴した。身体、精神、経済、あらゆる虐待を受けた女性のことを、地裁にばらしたんだな。こんな経験をしたかわいそうな彼女を、愛してもらってやる優しい俺。ってな具合に締めるのがお決まりのパターン。そんなことしてたら婚約破棄。そりゃそうだ。元婚約者さん、怖かっただろうな。婚約者として紹介するからと言われて行った先で、集まっていた彼氏の知り合いたちがみんな、自分の凄惨な人生を、司祭に知っているんだもの。同僚は、可愛がってやったのに、裏切りやがった。親がいなくなったから、元婚約者のご両親は事故で亡くなられた。心置きなく飼ってやろうと思ってたのに、あっちから別れたいと言ったのに、親が女に慰謝料を渡しやがった。と怒り狂っているが、一部の人間以外は、冷ややかな目で見ている。他人の、ましてや、自分の愛する人の不幸を、生き生きと周りに広めて悦にいる神経がわからん。親兄弟、元恋人まで、総 DV 気質の人間に囲まれていた、元婚約者の女性が、無事に同僚から逃げ切って、幸せな未来を得られることを祈る。